米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手と愛犬デコピンの姿が、故郷・岩手の田んぼに浮き上がった。生まれ育った奥州市の水沢、アトロイ地区で30 r 約900坪、の広大なスペースに描かれたアートがついに迎えた見頃。世界各地から SNS で反応が寄せられ、海外から足を運ぶ観光客もいるという。制作した アトロイ田んぼアート実行委員会には幼少期の大谷を知る人もたくさん世界的スターになった大谷をどう見ているのだろうか田んぼアートは7種の稲を使って描かれており緑のバッグに豪快にバットを振り抜いた大谷とデコピンが浮き上がる絵柄だエンゼルスに移籍した2018年以降 新型コロナ禍による中断はあったものの、毎年違うデザインで大谷が登場するのが恒例になっている。というのも、この地区はまさに大谷が生まれ育ったエリアなのだ。委員会の広報を担当する及川幸喜さんは、お父さんと知り合いだったり、リトルリーグのチームメイトの父母だったという人がいたりで、本当に自分たちの地元の子どもの一人という感じです。頑張っているねと 遠くから見守っていますという故郷の空気を教えてくれた。田んぼアートはもともと知る人ぞ知る存在だったが、近年では日本各地どころか海外からも観光客が集まる名所となっているという。及川さんは一番遠くではエンゼルスの本拠地のそばに住んでいるという日本の方がいらっしゃいましたと振り返る。高いところからアートを見られる矢倉に備え付けられた感想ノートには、 日本各地どころか台湾、中国からのメッセージも寄せられている。